三角さんの三角コーナーこのプログラムでは三角さんの3人がどうでもいい話をどうしようもなくグダグダとお送りしておりますまあそういうことでそれではどうでもいい世界へ「カンパスセーションンワンワン。1 1, 1. 1. 1. 1. 内田朝日です 山口翔吾ですえですええー、カンバセーションワ1ということではい三角さんのね三角さんの書コーナーだって <laughs> 最近何か気持ちがふわっとなった買い物ってありますか気持ちがふわっとなった買 <laughs> 気持ちがふわっ,となった なるうん、うん、なんか楽しかった買い物の思い出あ<ー>あなるほどねまあこれ僕話したいことがあるから言ったんですけど,どうぞああどうぞどうぞいいうこれマーキーはいなかったんだけど、うん、まあその三角さんって僕と正吾とマーキーじゃないですかそ、うん、の省吾とね1か、うんうん、月ぐらい前かな 一緒にビックカメラに行ったの覚えてるああ結構前だね2か月ぐらい前なんじゃないも覚えてるでしょ覚えてますよミニ四駆をね買ったんだよね買いましたよいや憧れだよミニ四駆はでミニ四駆を作ったのよ今ねあえてちょっと何かを最初プラモデル作ろうかって言ってたんだよねそうそうそうプラモデルでも作って家でちょっとなんか やろうかっ,て言ってたんだけどミニ四駆が売っててさミニ四駆ってね確かに確かああそれはあったねあれね結構俺ね楽しかったんだよねミニ四駆って安いんだいまだに5600円だったよねうん懐かしかったねあれはで何にもこう、モーターとかもさいまだにあるんだよ、うん、ハイパーダッシュモーターとかうーんブラックモーターとかね 実は僕ちっちゃい頃そのミニ四駆を作ったことはなくてまあ買ってもらえなかったんだよねふん<た>ずっと焼きやってたから、うん、まあミニ四駆ってまずさ、うん、あの女性の人とか分かんないと思う分かんないと思うプラモデルなんですけど、うん、あそモーターがついてて、うん、電池を積んで炭酸2本だよね、うん、でラジコンじゃなくて、うん、水槽にしたら走ると、うんうん、だから動くプラモデルだよね まあそうだねで子供でも作れるんだよね作そうそこがさまあ俺たちは子供の時に作ってたわけじゃない、うん、でもいざねこの年になってね、うん、その買って作ってみたらさ、うん、こんなに難しかったそっていう,うなんだよく子供の時やった子供の時ようやってたわあれ、うん、もうねなんなら子供の頃体で覚えてたんだと思うあれ いやでも本当に羨ましかっただから今二人の話聞いててお俺もやりたいなーって今思ってるよ普通にあ作ったことないないの本気でないプラモデルはプラモもほとんどない外で遊ぶといや俺焼き合ってたからずっと、うん、そうすっごいリアルタイムなんだけど、うん、あの吉祥寺だったかな、うん、にミニオンクバーってあるの、うん へえ <laughs> <laughs> ミニ四駆バー <laughs> そうバーなのコースがあって酒が飲めるっていうそれを見ながらあ<ー>、うん、いわゆる多分80年代幼少期だった僕ら世代か僕らよりちょっと前世代が集まる店なんだろうねそうだよねミニ四駆持ち寄ってそう今 SNS だっけ でほらフェイスブックってあるじゃないあれで知り合いが行ったって載っててうんうわめっちゃ行きたいと思っててでも作ったことないでしょないのでも全部売ってんのあそっかそのバーに売ってるんだミニ四駆がそうでもバーでさお酒飲める人なんかさそのプラモデルとか組み立てながらさお酒飲んでたらいい小一時間潰しながらいやななかか楽しい楽しい酒を飲めるんじゃないのいや本当に 朝日ことやったのやっぱどうでもいい話しながらさ、うん、ちょっと自分で作りながらね、うんうん、楽しいんだよねあの時間,ねいい時間だったよね、うん、あれはなかなかなんかそう例えば2人でなんだっけなんだっけ名前聞いたらすごい感動した名前いく,いくつかあったよねミニ四駆のえっとねアバンテジュニア <laughs> <laughs> あるある聞いたことある <laughs> 聞いたことある響きがたまらないよねああ三三角角さんの三角コーーナそう最近ねうち、ん、にねやっぱ花を買う。 習慣っていうのがいいなと思って、うんうん、それはいいよねお花いいですよそう、うん、だから今うちに奥さんと買ったのがうんあじいとガーベラガーベラを買ったんですよなかなかいいですよアジサイとガーベラうんあじガーベラアジサイとあ、うん、が好きでねアジサイの花言葉とかあんのかな 花言葉あるそれあるわなやっぱあるじしょモサッとしたん。あのさ井の頭線はい下北新大田うん辺りにね井の頭線ってねうん両脇にねアジサイが咲いてるああ俺知ってる知ってるあれがちょうどああいうのああいうのアジサイって土によって色が変わるんだって へね、あ青じゃないのあの青紫というかさあれいろんな色あるじゃん実際って青紫もあるし黄色とかもあるしあそうなのピンクとかもあるしあ白知らないこの間母の日にアジサあげたなんとかコーラルっていうねうんピンクと緑と青がこう、うん、マーブルになってるようなねほんとサンゴみたいなあれはそう土の成分によ,性質によって色が決まるんだって ごめんね今花言葉がちょっと面白くてさんでいいんだの組み笑いしてるあじさいの花言葉いくつかあります元気な女性おおいいじゃんいいじゃんいいじゃん家族団らんああいいじゃんお母さんにあげたんでしょああすげこれ素敵だね本当にうちの母親元気な女性だからねあっバッチリじゃん辛抱強い愛情ああでもなんかすごくポジティブないいね 贈り送り物には素敵だね。冷淡うん？うん？うん？い今までいい流れで来てたよね。うん。なんかうん。うん。続きましてはい。高マン。え？え？そういうんじゃない？え？いやそういうんじゃない？え？どど高い。 ああはい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 はあの高慢な態度のあそっちのね傲慢じゃあこう慢ね朝日のんか声のトーンがさ朝日の声のトーンが良くなかったよ完全に続きましたよ続いて浮気あれあれもうなんか前半くらい前半良かったけどねそして最後はい移り気 何かそういうさポジティブなメッセージとネガティブなものってなんか絶対そういうの振り分けてんのあともう一個はガーベラだっけガーベラいや前半よかったよね元気な女性とかさ家族団らんとかさ母の日にあげるってばっちりな感じだったよだから笑っちゃったんだよ俺母の日に移り上げてもねそうだね傲慢高慢 <laughs> それは言い方だからささっき何色のガーベラええー、色によって違うのうんえっとね赤紫みたいなじゃあ赤のガーベラかな赤赤、うん、赤だね赤のガーベラ燃える秘密の愛常に前進<ー>チャレンジ いいねちょっとまあ秘密の愛っていうのがちょっと悪いそうだねまあまあ捉え方にもよるよ夫婦で秘密の愛って何だったらしい奥さんが燃える秘密の愛買っちゃったすごいちょっといろいろ問題があるよねそれはね秘密にまあ後付けだけどねまあそうだねであるんだねそういう言葉がうちのバラは何だろうねうんバラって言ったらなんかちょっと情熱的ね色あるんじゃないかなあれ何色 白ピンクいやピンクと緑のなんかマーブルみたいなやつだよねバラの花言葉はねバラはね色や形で意味が変わるってそうだろう形にも俺多分ピンクだよねあればねざっくり言ったらそうだねだって赤とかさバラにはね一応ね大きく分けてね赤ピンク白黄色オレンジオレンジもあんだ紫青 っっててあるんだでまあまずピンクいきますね美しい少女上品気品しとやか温かい心満足愛を持つ輝かしいひとときの感銘んでこうちょいちょい挟んでいくんだろうね嫌な との感銘かねちなみに同系色桜色のバラ誇りプリティピンクのバラプリティピンクってなんだろうねかわいい人ブライダルピンクのバラ愛してるピンクめっちゃあるなダークピンクのバラ感謝種類多すぎじゃねそれピンクで大きめのバラ赤ちゃんできました <laughs> <laughs> 具体的。すぎ。具体的。赤ちゃんできました。花言葉じゃなくて、報告だよ。<laughs> 報告だからね。三角さんの三角コーナー。ガンバセーションスリー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 。 ちょっとこれせっかくだから他の色も見てみるどん,などんなの聞きたいえ朝日の何だったけピンクだから,だから青って何だ桜色だよね多分あれねうん青って何青コリとかなのかなピンクだからなまあさっきのかなうん青青が知りたい青はねすごいよなんか神の祝福うん奇跡うん夢叶ういいね で青でも多弁のバラ花びらが多い方は誇りなんだって一へのバラは清純な愛静かな愛満開のバラこれは種類じゃないよねもうねそうだねもう形の問題だから満開のバラはね私はだから歌えて何なんだそのお文章になっちゃってる私は人妻てもさ トゲのないバラは誠意や愛情嫌って何って何だよその否定は誠意や愛情って何だよつぼみは愛の告白恋の告白うんなんだってなるほど。 誠意ではないのね。いや、愛情って愛情でいいじゃん。一回誠意って言っちゃった手前、嫌やってつけたの。他の色なんか聞きたいのある例えばさ、赤、白、黄色、オレンジ、紫。紫とかいろいろありそうだけどな、そううん 紫はね少ない言葉が誇り気品上品王座尊敬じゃ王道の赤いってみようよ赤いってみようか赤はねあでも予測当たってるよ情熱そうでしょ愛情あなたを愛します低層美模範的熱烈な恋私を射止めて <laughs> うんなんかやっぱなんかなんだろちょい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 このバラにほらいろいろ赤バラにもいろいろありますよね、はい、ええー「紅色のバラ死ぬほど濃い焦がれています」知らねえ <laughs> 知らねえ知らねえわ濃いバラ濃い紅バラ、うん、恥ずかしさうん もうワインレッドみたいな黒赤色、うん、決して滅びることのない愛十和の愛赤いバラのつぼみあなたに尽くします、うん、<laughs> 純粋な愛、うん、愛の告白、うん、赤いしおれたバラ、はい、<い>はかないそれ赤いしおれたバラのははかないって言ってみたいな感じになっちゃったよね、うん 赤いバラの葉っぱにも言葉があるんだって無垢の美しさあなたの幸福を祈るっていうかさ誰がつけてんの花言葉って知りたい誰が決めてんの何花言葉花言葉。俺これすごい好きだわ白バラでね進めたねぶん白いちっちゃめのバラうん 恋をするには若すぎる。誰誰誰なの？言われたところでね。うん。うるせえよ。送られた花言葉でさ、恋をするに若すぎる。若すぎるとか。いやうるせえわってなるよ。ガジュマルとか花言葉あんのかな？花じゃないからね。てか何花言葉って。誰が決めてん誰が決めてんの？適当だよねなんか。 文章があって。でも、統一性あるよね。バラはバラで。やっぱ濃いよ。あ、ガジュマルあるよ。花言葉。ガジュマルの花言葉、うん、健康だって。よし。<laughs> <laughs> う一個かいもうちょい年回。<laughs> 三角さんの三角コーナー。 今日はここまで。